ハリケン、クラスに一人はいそうなデブチャンネル。どうしよう。俺水タイプの子好きなんだけど、こいつ。こいつが泣き虫なのに強くなっていく様を見たいんだけど、俺は水のこいつと行くよ。俺はこいつ可愛いもん。メッソン、タユ、水のようにおおらかだ。メッソンを選ぶかい。俺メッソンで行っていいか。俺メッソンで行くわ。ここで迷っててもな、あれだから。つけよう。何にしよう。メッソンの名前何にしてる。何にしよう。しかも英語で決めれるの。ちょっと待って、これさ、日本語いけんの。俺自分の名前さ、すごいアルケンとかにやったけど、これ日本語いけたんやんはず。何にしよう。名前何にしよう。カエルにしとくか。じゃあ、いやカエルはやだな。やべ、ちょっと待って、カになったんだけど。嘘でしょ。名前変えれなかったんだけど、最悪。おいおいおい、落ち間違いってレベルじゃねえぞ。おい、名前決めれなかったんやけど。おメッソ、うわ、最終わった。メッソ、名前決めれへんかった。終わった。おい、名前変えたかったのに。操作性の問題だぞ、これは。やべえ、選ばれなかった子かわいそう。いつも思うけど、本当に思うけど、選ばれなかった子かわいそう。あ、やばい、かわいそう。こいつ選ばれてない。ちょ、俺がもらっときます。君は俺と行こう。絶対闇落ちする。このお猿さんモンスター、絶対闇落ちするで。絶対魔改造されるで。目が紫色になる。俺のリザードンは強く優しく、そして厳しいぜ。もうほら、もう相性がすごいもん。多分リザードンに焼き殺されるで、この猿は。ひでえ。うわ、こいつ闇落ちするな、絶対。ほら、みんなご飯できたよ。ポケモンも一緒に食べな。ポケモンも一緒に食べな。やべえ、焼かれてる。羊ポケモンが焼かれてるわ。あ、すーごい。ジンギスカンかな。翌日、相棒のポケモンと長い夜を過ごしたんだ。大事なパートナーへの愛と理解は深まったよな。ああ、もちろんだぜ、兄貴。アリケンもすっかりメッソンと仲良しだぞ。超仲良しだよ。二人で勝負するといい。準備ができたら教えてくれよ。もうバトルすんの早くね。君の人生で初めてのポケモン勝負を始めるんだな。パートナーポケモン信じろ。心から大事にするんだ。強さを示す技は選べる。何より勝負も楽しめる。ちょっと待って、昨日さ、もらったばかりのポケモンをさ、友達と殴り合わせるのはちょっと。兄貴、部屋に置いていった本や雑誌は全て読んだ。どうすれば勝てるか分かったり。やべえ、俺どうしよう。絶対情報の差で負けそうなんです。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。よーし、2匹連れてるのに負けた。お前とメッソン強すぎだぞ。やべえ、友達から金奪ってるぞ。すごくないこの世界。俺こんな世界やだ。よし、びっくりした。お前、おい、アリケン、今の音、お、なんかぶっ壊れたぞ。バゴーン言ったぞ。柵が開いてる。あそこにいたウールは覚悟を決めてさ、ビシッと行くぞ、アリケン。お前先に行かせんなよ、俺に。あ、こいつやべえ。ほらほら、アリケン、ポケモンを助け。なんだこれ、お前一緒に行こうよ。なんで俺一人で。こいつゴミ野郎じゃねえか。もう俺あいつのこと大嫌いになったからね、この数時間で。霧が出てきた。早く見つけないとやばいぞ。急ごう。こいつさっきから俺が来た道をたどってきやがって。アリケン、ウールが心配。分かってんだよ、俺が一番心配。おめえ先に行くんじゃねえ、バカだれ。お前死んだぞ、あいつ絶対。あー、やばい、霧が濃いすぎる。なんだか嫌な感じの霧だな。入っちゃいけないのも分かるぞ。わー、お前フラグ立てたな。こいつパッケージじゃね？こいつパッケージのやつじゃね？これ違う、大丈夫？違うか？勝てんの？捕まえたいんだけど、こいつ。いや、まだ勝てる。あ、やべえ！殺される！ダメだもん、こいつ。もう無敵だ。あー、すごい！
うわどうしよう、これ霧が晴れたらさ、死体が転がってたらどうしよう、二人の。え、あ、やばい、ほら死んだわみんな、俺だけで生き残ってんの。お前すげえな、どんな気絶の仕方してホップアルちゃん。あ、すごい、こいつが来てくれればもう大丈夫だろう。ウーリューはウーリューを助けに来たんだよ。すっごい笑顔。兄貴には怒られたけどすごい体験をしたよな。俺の伝説の1ページになるぞ。すごい緑緑してる。何するんだろう。あそこまで行けばって感じか。え、なんかすげえ。俺の知ってるポケモンのあれじゃねえんだけど。おい、すごい量のウールおるぞ。あ、ファイヤーくんがいるわ。え、ね、こいつらと全員戦うの、もう早速ガンマチされてる。びっくりした。タクタンポケモンジムでのジムミッションはウールーたちを、あちらの、え、追い込みます。え、なんかそういうことすんの。それではジムミッションスタートです。え、どうやってやんの。え、すげえ余裕じゃん。イージーすぎるんだけど。ほら行け、ほら入らんか、バカお前、どこ行くな。入れ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 、よし、待て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 、どんな逃げ方やね。はい、ゴール。簡単すぎる、こんなコロコロ転がんねえよ。なるほどね、ごめん、君のボケに気づかなくてごめん。あは、はけていったかわいい。よし、やっと1個目のバッチ取れる。いくか、草タイプファイヤー君で蹴散らそう。やっぱジムリーダーはちょっと強いからな。でも言うてジムミッションこれや。え、こんなでかいスタジアムがあると思わんかったんやけどなあ。うわーすごい強そう。こんなに会場広いのにこの距離感で戦うんだもんな、こいつら。マジで場所の無駄だろおめえ。いや来たぞ、1個目のバッジ取っていこうか。鬼面か。あー、ジムリーダーって言ってもそのレベルか。え、ダイナマックスはボタンを押すポケモンがダイマックス、ダイマックス技を使います。しかもダイマックス特別な効果を発生する。効果タイプによってダイマックスタイミングと見極めて勝利しましょう。ダイマックス大バーン、1個目から全力でいくぜいくぜダイマックス。おー、かわいい、かわいいんだが、ダイバー。はい、ワンパンです。はい、ワンパンです。ジムリーダーの野郎、私がら、私らがってなんだ。あー、かわいい、かわいいけどすまんな。俺のポケモン今鬼強えんだ。おっと、ダイマックス根っこに刈り取ってやる。やべ、嘘だろ、こいつダイマックスすんのお前。来た、かわいい、ダイマックス。やべ、大怪獣バトル始まったんやが、かわいい。でもこれさ、めっちゃさ、ワンパンで倒せそうなんだけど、ダイマックスでも。大草原、強そう。効果今一つ、まあ、とりあえずダイバーで死ぬだろ。あいつ、あー、さすがに耐えるね。さあ行け、ダイバーン、ぶっ殺せるだろこれで。これな、こんなんトレーナー死ぬだろ、こんな攻撃されたら。うわー、すごい豪華、かわいそう、こんなでかくさせられて。え、お前6匹持ってんのにさ、こいつ2匹しか出さないんだけど。え、余裕すぎるんだが、1匹でクリアしたんだが。ジムリーダーに勝った証として草バッジをお渡しするんだ。ありがとうございます、ありがとうございます、いただきます。イエーイ。あー、全部集まったら円盤ができるのか。